敵だ。こいつは見るに耐えんな。もしやこれが一人で山頂に向かったという修行者なのか。きっとそうに違いありません。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は
覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿どこかで見たような。これは数あるムフフ本の中でも最高と名高いピチピチバ、不幸中の幸いとはこのこと。この修行者哀れな最後ではあったが、これはユグノア王家の者が持っ、まさかこのロー様、そうか、ロー様は今大使のマナです。おそらく大使が亡くなったことを知り、いや待ってください、まだ息が。なんだと。おそらくロー様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。しかしこのままでは、いえ一つだけロー様を救う。あなたが冥府、生と死の狭間にある世界へ赴き。冥府に行くだと。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は古来より冥府と通じる霊源、私が里に伝わる分霊の儀式を行って肉体から魂を離脱させれば冥府に入る。ですが冥府は生と死が揺らぐ世界、聖者であるあなたが行けば。それでもあなたはロー様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。迷っている時間はない、一刻も早く手を打たねば。それではもう一度、それでもあなたは、うん、わかりました。それではあなたを。さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。ドゥーラリホードゥーラリホードゥーラリホー。 おい、なんだその変な踊りは。本当に大事。ドゥーラリホードゥーラリホードゥ。よるべなくさまよう哀れな魂がまた一つ。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子がずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい。ああ哀れなもんだよ。仕方がないね、無知なあんたに。なあ鈍いあんたでも分かるだろう。見ての通りこの世界には何もない。そう、本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生する。魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われ。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。大樹による生命の循環は絶たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな。もうどうしようもないんだ。全ての命の源、
大樹の魂を手に入れた魔王に叶う者がいると思うかい？いるわけない。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんと、どいつもこいつ。ローがこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロー、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決し、もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、ローの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？ローは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもない。見てな、あの魔法陣が完成したとき、ローは奥義を得得するよ。ロー、甘っとれるな！またお尻を叩かれたいのかい？ヒャヒヒャの野郎、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を。うひゃひゃ、太子様、ついにやりましたぞ。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから。なんと太子。おひゃひゃ、大使様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉、はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないか。お主は。おお、勇者よ、死んでしまうとは。落ち着きなろう、早とちり。なんですと？生きていると？そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。ほう、そうか、そうか。まったく危険なことをしよって。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、もう恐れるものはない。現世へ戻って憎きま。おっと、待ちな。どこへ行くんだい？太子様、大変お世話になりました。修行。修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。さあ、こっちに来な。
さっきローが放った技こそドゥルダの奥義、グランドクロス。あの技は神話の時代、勇者ローシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。そしてあんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技。なんてったって覇王山はローシュが初代大使天神との修行の中で編み出し。なるほど、わしがウラノス様の技を覚え、お主がローシュ様の技を。でもね、覇王山は里に受け継がれながらその技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとん。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても。いい返事だね。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。ま、最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨き。それではまさか大使様と。え、はあ、何言ってるんだい。相手はお前だよ。お、ま、え。なんとわしが。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見ものだね。じゃあ。じゃあちょっと待ってな。修行のためにローに力を貸すからね。パワーがみなぎる。若い。いいカイロ、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使って。合点勝。あんたはローの猛攻に耐え、隙を見つけながら、それを繰り返すうちに、覇王山はどんどん威力が増していく。では行くぞ、ありったけ。さあ、来るがよい。お前の力、見せてみな。はあ、グランドクロス。
見切れるかのう。いいねいいね、よくやった。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していた。いいかい、あの光の剣のつ、そうすればあんたはどんな子。じゃ、牢を起こすとするか。王に覚えたわしを倒すとは、ま、辛い修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたは。うん、見つけたぞ。その声はまさか魔王ウルノーガ。死滅した世界で這いずり回る。いけない。はぁ、って魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力を。なんも教えたいことがまだ残ってるってのに、忌ましい奴だ。でもこうなったら仕方ないね。この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。最終奥義？わしが覚えた技。それは違う。ロウシとウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代。さあ二人とも覚悟はいいかい。遥かなるあんたたちが放つ最終奥義させるか。あたいの掛け声に合わせて技を放つな。チャンスは一度きりだよ。ロウ、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。うん、この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビュラだ。戻ってきました。これはいけません。体が。
ああ、よかった。目が覚めたな。老様は先に目覚められて、一足先に外に出ている。俺たちも行こう。遅かったではないか。なんじゃ、人の顔をじる。老様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時はあれくらい太子様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べれば。老様から話は聞いています。冥府で太子と出会い修練を受けられた。さらに老主様の技を覚えただけでなく、ドゥルダの最終奥義まで。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間、我が孫が世話になったようじゃな。それには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをした。いいんじゃグレイグ、顔を上げ。そなたも運命に。しかし老様、我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何かわかると思ったのですが。そう、それについては心当たりがある。太子様の話によると、先代勇者老主は神の乗り物で空を飛び邪神と戦ったらしい。神の乗り物？詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空に、それにバラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。よいか、勇者老主の足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。さあ、ゆっくりしている時間はない。行こ。あなたが強大な力を持つ魔王ウルノーガと戦う勇者様のために特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思う。